ヤガチャガチャンネルは。はい、どうも皆さん、私です。というわけでですね、バイオハザードレオンをですね、怖くないように実況していきますというふうに言っている、実況者配信者がですね言い放っている、配信です。やっていきましょう。というわけでね、前回ね逃げたんですけど、この奥にはね敵さんがいっぱいいるので、アシュリーが単独で頑張らなきゃいけないわけでございます。さあ、というわけでね、まずは明かりね。というわけでこれでねランタンをゲットするんですが、こうやってね左を押すことによって前方を照らすってのができるようになってます。これがね今回のねチャプターでは非常に重要なアクションの鍵を握っておりますね。で、まあまあしゃがみながら移動していきましょうと。ね、いっぱい頭が飾られてるね、不気味なところ、あのねここら辺のねこの奥かこいつぐらいがねガタンってなる、ここら辺ここら辺次ぐらい、ほらほらこれこれこれ、ね、これがねこのパート最大のビビらせパートなので、あのこれのリク、あーネズミいたわ、ネズミいたわ。でもねアシュリーじゃどうにもなんないもんね。というわけでね、とりあえず先進んでいきましょう。でここなんですがね、さっきねちょっと前に鎧がどうのこうのなんて話してましたけどもね、先祖の眠る霊楼は決まった時刻に目を覚ます、何時が加護を得たいなら夢暗き道を恐れるなと。でここなんですけど、すごいぶっちゃけたこと言います。答えしてたらもうここ開けれます。はい、なんですが、もちろんながらね、今のままではね知る由がないので、もちろんながらそこはずるっこせずにですね、皆様にはですねどういう風に進んでいくのかというのをお届けしていきたいなという風に思っております。さあ、というわけでね、どんどん進んでいくわけでございますよ。でね、ここにね鍵があるんですけど、鍵が開かないわけですね。なので鍵が欲しいと。まあ、なのでねガンガン進めていきましょう。で、ガンガン進めていって、どこだったっけなーと、先に進めていくとですね、まずここね、ランタン置けるところがあるんですね。で、ここにランタンを置くと光がなくなる代わりに道の先が出てきますと。で、こちら先に進めてみましょう。なんか、回す台がありましたから、次はこれを回していきましょう。さあ、何かが固定できたみたいです。で、固定ができたらですね、秘密の部屋ってわけね、ということでまたランタン回収しましょう。するとこちらがですね移動いたしますので、次はこちら側のルートから入っていって、そうなのよね、ここなんか読めそうなオブジェクトがあって大体読めないんだよね。で、まあまあまあ秘密の部屋に入りまして、もうここもねちょっと積もしんですよ。するとなんとですね、鍵ではなく鍵束をゲットします。1個じゃなくて4個ゲット、やったね。なんですが、なんか今鈍い音がしましたね。というわけで、あとね、ここになんだっけ、なんか入れられるところがありますね。で、これまあワンチェックしておきつつ帰りましょう。よいしょー。というわけで帰るんですが、鎧が動いてんすよ。嘘でしょ。ね、怖いですね。ガン虫でいいです。こいつもうなんか全然怖くないです。こいつね照らしたら固まんすよ、ガンつって。これだけなんで、動き止めてやりゃいいだけなんで、おい、もう全然なんか関係ねえじゃんみたいな。で、この鍵なんですけど、鍵束を押すと、こんな感じで4つを選ばせられるんですよね。で、入らないと、どんどんこうやって入れなきゃいけないっていう、ちょっと焦りっぽいシーンに見えるんですけど、時間止まってるんで、別にゆっくりでいいっす。で、これでエレベーターが開いて、エレベーターで上に行きましょうと。あれ？あ、よかったよかった。まあ、なのでこんな感じでね進んでいく、まあ、単独パートになってるってとこですね。まあ、ポイントとしてはね、非常にアシュリーが非力なので、あごめん忘れてたわ、非力なので、そこがね、なんか人によってはねやっぱりだけど、弱者のキャラクターを操作しなきゃいけないっていうのはもうホラーゲームあるある、なおかつやっぱりちょっとビビるポイントにもなるかと思うんですが、このランタンがあるうちはねもう最強なのでね、なんだったらレオンより強いまでワンチャンあるぐらい強いので。さあ、というわけで、はい、というわけでね、で、紋章だ、サラザール家の紋章立てが必要だ。この忌々しい仕掛けを解いて私が外に出るには、地下の霊楼に行かなければ、呪われた鎧どもが待ち受けるあの場所へ、神よ、あの狂ったなんたら心なき悪道ラモン・サラザールを呪いたまえ、青い灯火を私を守りたまえ、というわけでね、まあなんか同じシチュエーションにはまった人がいるんですね、という。で、時計があるんですけど、やっぱり時計に関してはね、仕掛けのヒントがないので、どうにも、ニッチもサッチもいかねえよな、みたいな。で、なんか血がなんか広がってんな、怖えな、みたいな。で、よいしょ。
で、ここに走り書きされた紙、紙切れがありまして、11時4分っていう時間をゲットします。で、これ私よく知らないんですけど、難易度によって時間が変わるらしいです。あとね、これ実はね、寄り道のところに鍵を使う場所があるんですよ。で、それぞれの場所にお宝が入ってたりとかするので、これ自体はね、余裕があったら探索しておきたいですね。やっぱりお金がもらえるのはとっても嬉しいことなので。さあ、というわけでございまして、11時4分って言われましたから、11時4分にセットしてみましょう。非常に遠いですね。はい、というわけで11時4分するとですね、時計が動き出しますね。よく見るとね、なんかね、アンブレラのマークみたいなね、文様入ってますね。で、これで移動ができるようになります。ね、時計あったんですけどね。というわけで下側に移動するのですが、おっと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 、大変ですね。止まっていただきましょう。もうこれがね、チート級に強いので、で、ちょっとポイントがこいつもう一回動いちゃうので、止めてる間にホールドした方がいいですね。で、よいしょと。で、なおのことですね、もう一回ホールド、固めておきましょうね。で、これでですね、先ほどの部屋のところのフロアに帰ってきます。で、帰ってくるので、改めてではございますが、下とかをくぐっていって、確かね、宝箱がどっかにあった気がするのよね。そこにあるよね、ギミックトレジャーあるよね。取りに行くかな。金は欲しいもんな。ただね、なんかね、四角状のところから攻め込まれると一瞬わーってなるのよね。よいしょ。で、はい、鍵使っていきましょう。よいしょ。さあ、さらに金目のものをゲットね。金装飾の香水瓶なんかはね、単独で売れるのでありがたいですよね。で、なんかね、音はね、やたらめったら怖い雰囲気醸してきますけど、ここの仕掛け自体がそんなそうでもないので、鎧が動いてるだけの話なので。はい、こっちだってるよね。あ、待って、そこの右側の階段のところにトレジャーあった？ちょっと戻っちゃおうかな。はーい。ねえ、もう全然アシュリーが何も恐れてない動きしてますね。なんか、私はこの青い灯火さえあれば最強なのよと言わんばかりのムーブをかましてますけども。で、トレジャーどこの話してる？ねえ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 、どこの話をなされてる？このフロア言うてるよね。まあ、なければ戻りますけども。さあ、というわけで元通路を戻ってまいりました。ね、もうもはや止まってないんですけどね。で、そうしましたら、ここは大丈夫ね。なので、ここに対しても同じですね、11時4分と、入れていきましょう。はい、というわけでございまして、こちらの扉も開いていきたいと思うんですが、先ほどありましたね、地下の霊廊に入っていくわけでございます。さあ、というわけでね、どん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 奥深いところに進んでいかなきゃいけないと。ね、アシュリー処理大変ですね。さあ、でもね、大変ですねなんて言ってますけど、この青い松明があるうちは無敵なんですよ、こっちとら。ね、どんな敵が襲ってこようと、たとえね、青い松明をね、置いていかなきゃいけないみたいなね、展開にさえならない限りね、絶対無敵なわけですよ。よいしょ。でね、鎧が来ちゃってますけども、なんとかギリギリのところで逃げ切りましたという展開でございます。ね、さっきあんなにエレベーターで嫌な、ね、鎧大嫌いっていうね、まあ、鎧好きなやつがどれぐらいいるのかっていう話ではあるんですけども。でですね、これ奥に進んでいきましょう。おっと、ここのね、ね、そうだよね、大嫌いって言ったのに、こんなすぐに鎧に囲まれることになるとはって話ですよね。で、ここにね、なんか模様があるわけですよ。これはね、一回見てる仕掛けなんですよね。というわけでございまして、ここら辺をほっつき歩いてますとですね、このチリーンって鳴らせるやつがあるので、これ鳴らしていきましょう。よいしょ。で、ただこれをやることによってね、一部の鎧が動き出してしまうので、ね、アシュリーとしてもこりゃパニックですよ。よいしょ。ね、というわけでね、固めていきながらですね、適当にあしらっていきながら進行していきたいと思うわけでございますが、よいしょ。おなんかいると思ったとこにいねえや。えい。で、さらに、よいしょと。これで全部かな。さあ、これで扉が開きましたので、おっとっと。というわけでございましてね、こちらのところなんですが、本当は奥に進んでいきたいんですが、先に一回ここのコーナー曲がって鍵使っていきましょう。最後これかな。あれ違ったわ。
じゃあ一番左 OK でアイテムゲットしまして、でエメラルドゲットして、出口塞がないでね。 ありがとう。そこに青い炎があるので止まってくれるんですね。でさらに先に進んでいきましょう。さあというわけでね、また鎧がたくさんあるわけでございますが、ここでですねポイントなんですよ。なんか中に入ってるんですね。であれが取りたいと、あれが取りたいんですけど、ここにねランタンがあるわけですよ。で例えばなんですけど、これ一回置いてみましょうか。よいしょね、丸ですね。ってことはこれランタンの中よく見るとそれぞれ模様が入ってるんです。なのでこの満月の取って照らしてあげて、これがよう見ると左側だけの三日月なので三日月にしてあげて、で最後にこのキラーンって光ってる星みたいなやつを置いてあげると、これによってね仕掛けが解除されるわけです。仕掛けが解除されたのはいいことかもしれません。しかしながらこの仕掛けを恒常的に解除するためにはランタンがもう持ってけないってわけですね。さあというわけで、さらざるけど紋章盾を手に入れましたが、ここからがアシュリーの試練です。ねえ動いてしまう。はい、なのでねここからはね自利品で逃げなきゃいけなくなるわけでございます。ただね紋章盾はありますから、あとは紋章盾を持って帰ることさえできれば、でここに関してはねなんか綺麗なゲートみたいになってたので、まあ、とりあえず通らせていただきましょう。いい子だから動かないでね。ねアメリカチックなコミュニケーション。さあというわけで奥側に鎧のやつがいますが、もうあいつを止める術はない。なのでのでよいしょ、おっとっとっと右に左にいましたか。さあとおいで、こいつ上に上げてるから怖えので、よいしょとヒュッという感じで避けていきましょう。はい、エレベーター押して、はい開けて、はい入る入る入る、よいしょよいしょ、この大群はやべえぞ、危ないね。なんだったら飛車曲がりそうな気配もしますけどね。意外と耐久性が高かったです。安心しました。さあ反対。さあというわけで、ここももう登っていくしかございません。おっと、しかしながら、っとっと、広場まで待つ、広場まで待つ、ちょっとこっちこっちこっち、上上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 、よいしょ。さあというわけでね、ここもロケハン1回で抜けちゃったからね、イレギュラーに対応できる自信がないので、ちょっとだけドキドキそわそわしてます。さあというわけで、青い松、あ待ってよ、でもここを抜ければ、違うな、ここを抜けるんじゃなくて、あそこの右のところから行かなきゃいけないから、こっちがいいんだ。よいしょ。でこちら側から抜けて、さっきまではなここは安心の領域だったのに、あーそこにいられるの邪魔くさい。じゃあ誘い水しつつこっちから行きます。でも後ろからもドタドタ聞こえてますよね、大丈夫ですかね。あの子たちがバカでよかった、お疲れい。さーて逃げよう逃げよう、もうちょっともうちょっと、頑張れ頑張れ、ゴールというわけでね、ここの開け方結局分かってないっていうね。さあというわけで、ここにこう、よいしょ、盾をはめてあげましょう。よいしょ。さあこうすることで扉が開いて、アシュリー無事か。待ってて、すぐ出してあげるね。というわけで、あ怖いとこはないですけどね、ちょっとだけなんでしょう、ドッキリじゃないけどね、このね死体をどけて、どいてよ、あ鍵でね、これ試してみて。でこれ万が一ね、今投げた鍵がね柵に当たってたらもう進んでたんですけどね。降りられるか。ええ、できると思う。というわけでドアの鍵を開けてアシュリーと合流しようと思うわけですよ。というわけでね、アシュリー頑張ったんですけどね、残念ながらはぐれてしまうというところでですね、今回のチャプターがひとしきり終わりというところになっております。というわけでね、ちょっと一回ね不意の死亡があったのがびっくりなんですけどもね、まあ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 、とりあえずチャプター9が終わってチャプター10に入れるということで、次はチャプター10の方やっていきたいと思っております。というわけでチャプター10見ていきましょう。ケツ
それでアンバーはどうなった？悪いわね、まだよ。でも協力者が城を混乱させてるところよ。計画に変更はないわ。飼い犬は入念にしつけておけ。過信するな。彼は優秀よ、安心して。いいだろう、好きにしろ。手を噛まれないよう注意することだ。あら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 、誰に無線すんの？ワイカ。レオン、考えは変わった？エイダか。諦めの悪いあなたに情報をあげる。あの子、漁師の間に連れて行かれたみたい。子守も大変ね。おい、エイダ。エイダ。最高だ。最高ではないでしょう。さあ、というわけで、ショップのですね、ラインナップが入れ替わりました。で、まずですね、ありがとうございました。ライオットガンとお別れです。で、代わりにストライカーを購入。すげえ、連射でぶっ放せば汚い花火の出来上がりってわけだね。汚い花火の出来上がりってわけだ。で、まあ救急スプレーはね、毎回毎回念のため買っときましょうと。で、まあ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 、こんな感じかな。あんたならすぐ違いが。で、売却に関しては、4つでしょ。そんなないよ。で、これで、あ、そっか、3カラーか。ちょっとさ、レッドベリルくれよ。で、まあ、レッドベリルもらって、レッドベリルはめて、おー、54,000。いいですね。で、54,000で売り払って、さあどうしましょうね。もう一丁上げちゃうか。上げ、いや、ボルトスロワーの威力をマックスまで上げましょう。まあこんなもんかな。で、トレードに関しては、あとガンパもらっとくか。で、ショットガンの弾なんか作っちゃったりして、オッケー。これでね、ショットガンがね、かなり攻撃力になりましたと。で、ここでなんですけど、装備入れ替えで、一回スティングレを預けますね。一回スティングレを預けます。なんでかっていうと、今からですね、2万円を取りに行くからです。私ね、この武器好きになれなかったんだよね。で、ここ、あ、やっべ、ここにいっぱいあった。失敗したわ。まあいいや。で、そう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 。これの、で、ここにね、残忍な騎士っていうミッションがあるんですが、これはね、やらない。めんどくさいから。めんどくさいからって言い出したら、実況者終わりよ？配信の録画がめんどくせんだから。で、これでですね、アシュリーがいた付近ですねに移動してきましたと。で、ここにネズミの3匹目がいるので、お、この野郎、あ、止まりやがった。で、これで害虫駆除が終わりで、ここからはですね、騎士が出たり出なかったりするんですが、全部ガン無視していきましょう。で、こちら側に入っていきます。どうも皆さんこんにちは。で、なんかずいぶんぐるぐるしてるけど大丈夫か道で、ここのですね、四角のブロックのところに立方体のオブジェを使ってあげましょうと。違うな、こうだから、こう、違う、あ、ちょっと待って、こうして、あ、そう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 、こんなに苦労したっけこれ。こうか。で、これをはめてあげると、まず中からどっこいしょっつって出てきます。これがね、CQVR アサルトライフルなんですけど、ライフルの弾を使って連射するんですよ。で、これはね、俺試したんだけど、ロケハンで、なんかあんま好きじゃなかったでした。なんかもったいないムーブの割にはみたいな感じが私はしてしまったので、なるほどなーってなってしまったと。なので、まあとりあえずあれはあれでもらっておいて、すぐに売り払って2万円にしたいと思います。2万円で売れるんですね。で、さらにここの上側のところにも、はい、どうもと、
同じく立方体のが使えて、こうかな、よいしょ、はめてあげると中からトレジャーが出てくるので、オッケー、ありがたく金の聖猫像をゲットすると。でなおかつ、これでルートが解放された状態になるので、2階のこの奥側から階段を落としてあげればと。よいしょ、これにてね、1階と2階が開通した状態にもなりますし、アイテムも、ゲットした状態になりますと。で速攻で、あで害虫駆除でスピネル3つもらって、猫が、ま、あいいじゃんいいじゃん、四角と丸と丸で3カラーズボーナスで3万5000でしょ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。でこれも売って5万ね、5万ね、まあとりあえずボディアーマーの修復が一番先だな。ブラックテイルよりボルトスロアの方が強くなっちゃってんだよな。でもな、4万かけて強くするかって言われたらしねえな。でなおかつ C これ売って、でこれ売ったら装備入れ替えでスティングレイを回収と。でスティングレイにパーツ着脱で購買率スコープつけとけば、これでお金だけ増えて元の状況ですねと。で今ボルトが何本作っといてもいいですよって感じか。なので素材 L を1個だけ買っといて、でボルト作って30本ですね。だこれで今相談と合わせて35本あるので、まあ安心して打ってきますねっていう感じにしてあげて、そこまで来たら、そこまで来たらこだわるところこだわるかな。でこれで相談数も増やして、ボルトソロは2周目でも俺絶対使うだろうな。これでも2周目で無限弾手に入れたらもう二度と触んねえんだよな、難しい。はい、というところまで、ビルドしたところが、今回の一通りのところかなというふうに思っておりますね。次回に関してはですね、存じてる方もいらっしゃると思うんですけど、虫が出てくるのでですね、私は非常に悩ぽよです。非常にやる気が下がってますというところでございますが、今回はこの辺で、次回はね、この続きのところ、プレイしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。ここまでのお相手は私、ヤガミン小手紙でご案内しました。というわけでまた次回、週ネクタイムステージ、バイバイ、お疲れ様でした。